はい、他に掲げている政策としては若者の孤立孤独対策が挙げられます。若い人で孤立孤独に悩んでいて誰にも相談できないという方がいらっしゃるかなと思います。そういった方、特に都市部ですと、まあ、一人暮らしの大学生の方ですとか新社会人の方ですとか多いんじゃないかなと思います。ただそういった方々が役所に行ってソーシャルワーカーに助けを求められるかというと、現実的にはなかなかハードルが高くてできないんじゃないかなと思います。ですので、私のやりたいこととしては、チャット体制、すぐに相談できるような24時間365日体制のチャット体制を作って、そこにいつでも悩みであるとか困っていることをすぐに投稿できるようなシステムを作りたいと思っています。でそこで声を拾い上げることによって、ソーシャルワーカーですとか民生委員ですとか適切な方につなぐということをやっていきたいと考えています。これが1点目です。2点目は羽田の新飛行ルートの見直しです。2年以上前にですね、羽田の新飛行ルート運用が始まりましたけど、いまだにですね、その運用続いています。以前もですね、住民からの署名が集まりましたけれども、やはり国としては変更する方法は特にありません。私、前々職がですね、国土交通省の東京航空局の内部で働いていましたので、そこの経験からすると、やはり署名によって、あるいは区民の方々の声によって航空行政が変わるということはなかなか難しいと感じています。なぜかというと、やはり国としてもメンツのようなものがあるので、署名や区民の方々の声によって変えてしまったという前例を作りたくないという思いがあります。ですので、これは石田候補も訴えていることですけれども、やはり具体的な対案ですとか専門家チームの育成、専門家チームの結成、それから、タクトの協力、こういったことで国に対して国土交通省に対して具体的な提案をしていくことによって前に進めていきたいと、そのように感じています。